ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。イエイ。今日はネットフリックスとプライムのおすすめできない作品を紹介したいと思います。イエイ。まあ、本当個人なのでいろんな作品はちょっと見て私は味が合わなかったとかの作品もあるから、もしかしてめっちゃいい作品なのに私はちょっとって思った。では一番最初はみんなちょっと多分意外となんですけど、ネットフリックスの牛音虎のアニメです。めっちゃ人気アニメじゃん。ちょっと待って、誰でも知ってる。そう、古い作品でしょ。でもこの作品はね、アニメになったらなんか違うというか、ちょっと言葉はね、古臭いってな感じある。私から見ると本当今の時ではないだろうって思った。なんだろう、まだイノヤシとかランマをもう一回、そういう未開のアニメね、もう一回を見ることが好きなんですけど、漫画と違ってアニメがアニメーション化いい感じなんですけど、そういうストーリー的にはそんなにハマってない、なんか別にと思って、で多分外国人からも見ると話が難しいんですよね。妖怪とかそういうちょっと難しいところは確かにあった。なんだろう、私も日本の文化大好きなのに今何か話してるの、ギャンの妖怪とか、デモンってみたいな感じはわからない。はい、次ナンバー2は、これはね、プライムビデオは正解する角、Card the right answer。 これはね、イタリア人から見るともうパパから来てるみたいな感じで、なんかよくわかんないんですよね。ほんとこのアニメが意味がちょっとわからなくて、そのストーリーとかを読んでもってな感じはしたんですよね。でなんかストーリーはちょっと難しいなんですけど、なんか急にまあ、例えば有名な方がいるじゃん。で、もうすぐ、成田空港、羽田空港、今ちょっと覚えてないんですけど、なんか月曜になったら、なんかその空港の中に大きなキューブが生まれるみたい。その大きなキューブで、で、彼が見ても神様のようになってる。で、なんか それを見て、なんか、その最後のシーンがすごくエピックの曲で、ダーラ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 ーって彼が来て、もうイケメンな感じなんですけど、本当ってさ、空母の上にあって、あーすごいって終わりだ。本当意味がわかんない。はい、ナンバー3、これはね、実は私はね好きだったなんですけど、おすすめできるアニメではないかなって思ったのはフェリーゴーンはね、キャラクターデザインとしてはすごく綺麗だし、なんか悪くないな、なんか結構面白そうなんですけど、面白さって一番最初見るときに面白いだなって思うなんですけど、次の日はじゃあエピソード2を見ようかなって思ったら、エピソード1何があったのか覚えてない。そういうことはあんまりインパクトがないかなって思って、で、思ったよりがすごく長いから、あーなんだろう。で、確かにストーリーとかなんか人に教えるときにすごい難しくて、なんかフェイリーと戦うのウォールみたいな、感じなんですけど、やっぱり難しい。なんだろう、ナンバー4、これはね、ネットフリックスなんですけど、そう、それはね絶対日本人しか受けない作品だと思うなんですけど、サラザンマイ。まずこのサラザンマイはね、寿司ザンマイと思い出す、外国人だったらサラザンマイ、寿司ザンマイの話かよと思ってて、でこれはね、なんか警察なのにカッパの話してる。でこのカッパのお尻からその何かの魔法のやつが出て、そういう話してるみたい。なんか そういう担当っていうか、その警察だから、そのクライムを探しながらカッパと、意味わかんない。で、なんでお汁が出てんの？なんかわかるけど、なんか、ってな感じで。で、タイトル、ダサいな。サラザンマイは絶対使わないと思う。それが一番最初見て、終わりました。だから、なんだろう、好きな人、例えばカッパが好きな人だったら絶対好きになると思うけど、そういう、なんだろう、ちょっと
ぐちゃぐちゃのストーリーで私はよくわからなかったんですね。はい。で、ナンバー5。これは私は好きだった、正直。好きだったんですけど、おすすめできない。なぜというと、自分の夢を壊すから。これは、ランウェイで笑って。これ、ネットフリックスの作品なんですけど、超心が潰れる作品だと思う。私はね、私の一つの夢があったんですよ。日本に来て文化の専門学校を通いたかったんですよ。ファッション学校はね、昔から。で、私は、もう、私の時からずっとタレントの仕事をやってるから、その時間とかお金もなくて、まあ、適当、簡単に言うと諦めてたんですけど、なんだろう、おすすめしたいんだけど、おすすめできないと同じレベルぐらいは、メインキャラクターはね、モデル。なのに、158センチ、私と一緒。そう、だから彼女は何がちっちゃいとかで言われなんかその主人公に言われたりと、私も心が気がついた、私の方に言われてるような感じだなって思ってて、ああ心痛い。で、昔はたまたまそういうもう一人の主人公は男性の方なんですけど、ちょっと貧乏の家族に育ってて、でもスタイリストになりたい。でもそのベーシックの勉強の仕方はやったことないから、いろんなことがわからない。たまたま私はね、日本に来る前に友人がいたの、同じ感じで。ちょっとあんまりお金がない、でもちゃんと服が作れたし、でもそのお金の勉強とかのこうのだから、この作品はね、多分みんなから見ると何もスペシャルのことではないけど、私は個人的にはすごくウケた。でもこの作品はランウェイで笑ってっていうことは、あ、いいね、ファッションモデルいいね、あー面白いとか、あの話じゃなくて、本当リアルの話ばっかりで、そのファッションの社会が嫌いになるはず、もう嫌いになるはずなんですよ。もうそれはもう逃げられない。だからその本当、例えばファッションとか、モデルになりたいとか、ファッションの学校通いたいだったら、このアニメを見るなって思うんですよ。で、次、これはね全部見てないなんですけど、プライムビデオはね、コッペリオンですよね。で、その未来で世界終わる。なんか両方あるよね。なんか未来で、まあ世界が終わる。まあこのままだったら本当世界が終わるなと思うんですけどね。今もね、やばい方ですよ。やばい方ですよ。だから、ああ、なるほどね。まあそうですね。はい、わかった。ゾンビか、ウォールか、何かを。それで、3人の高校生みたい。いやー、またかー。それは、ザー、日本人は制服が大好きだなーって思うんですよ。でも、ストーリー的には面白いんですよ。その、3人は、その、世界終わるまでに何もその病気とかになれなくて、で、その、武器を持って、スペシャル軍隊アーマー、アーマリティになると思うなんですけど、それってさ、なんで制服なのって思ったの。なんか、お話面白いなのに、くだらないと、ちょっと下品のところがあるから、それがちょっと嫌いになったんですよね。ちょっと待って、話は違うだろうって。で、一番最初はね、面白いなんですけど、12エピソードぐらいはモテないと思う。だから、その、一回漫画とかで調べたんだけど、漫画の方が良かった。漫画の方が全然良かったんですよ。アニメだと、そろそろ終わるかな。また制服か。うん、制服いいね。あ、世界の終わりか。そっかー。ってな感じで、なんか何もならない。だから、一番最初の作品としてはいいんですけど、おすすめするかどうかはちょっと迷ってるんです。はい、ダイナミックコード、まあ簡単に言うと乙女。あ、でも J-ROCK バンドの話してるから絶対かっこいいなって思ったら違う。なぜというと、その乙女の匂いが大きすぎる。なんかこのキャラクターは本当女の子のために、受けるためにデザインと性格しかない。簡単に言うと、オリジナリティはない。ジャンル的にはすごくスキルはないなんですけど、受けたから。これを見ると、まあ、それが例えば別にして、アニメーションが悪かった。アニメーションが硬い。硬い。なんだろう、バジェットが弱いってすっげえ感じする。で、例えば J-ROCK だから、そのギータとかのシーンとかあるじゃん。なんかギータ、こんな感じで持って、
ズーンズーンズーンってなんだよそれ。でそれだったら、え、嫌だ 3D とかのもなんとかしてよ。でもこれで歌うときにハーワーで硬い、なんか全然、え、それ歌の話でしょみたい。あ、ちょっと苦手。なんか歌とかそういう楽器がある作品だったらそれちゃんと見せたい、なんか見せてほしいんですよね。で次8番、これもプライムビデオなんですけど、私昔は見てたスクールデイズ。あれ聞いたことあるだろう。これは超有名なアニメなんですけど、じゃあなんでおすすめしないのは、自分で分かってるだろう、自分で分かってるだろう。もう私は最後にどこまでショックが受けたと思うの。これスクールデイズは誰でもびっくりさせるアニメなんですけど、主人公、まずこの主人公、このクソ野郎ヤジ、ヤジじゃない、このクソヤリの翔太、ほんとどこまでクソなのって思ってて、もう超大嫌い、もう嫌いすぎて自分のアニメが見られなくなったんですよ。なこの人がすげえ、そのなんかすげえピュアの、例えばエヴァンゲリオンの真珠みたいのキャラクターなんですけど、そうではない、もうすげえエロだし、すげえ男としてもクソ、人間としてもクソ、彼氏としてクソ、兄貴としてもクソ、なんか全部本当殺してほしいって本当。あ、でも最後は What the fuck? Why Japanese people? って、ね、感じになる。本当最後はショックがでかい。日暮らしの泣く頃に似てるんですよ。だからグロいんですよ、超マジグロいんですよ。だからそれはおすすめしたいなんですけど、おすすめしたいなんですけど、嫌いにな、もう嫌いになるはずなんですよこの作品。もう嫌いになるからおすすめしません難しい、受けるのは「シーモネタ」というのアニマなんですよ。多分聞いたことあるんですよね。シーモネタはね、日本人大好きんですよね。まあ、正直言うんだよ、みんなシーモネタ大好きんだもん。酔っ払う時には必ず下ネタ、女の子だったら下ネタ、男だったら下ネタ。いやー、下ネタばっかんだよね。なんか東京に来たからこんなに下ネタがあるんだ、正直びっくりした。だってさ、みんなすごいいい子に見えるじゃん。でもお酒を飲むとすっげえ下ネタばっかりで、え、なんかこの人あんまりセックスやらないかなって思ったら、いや、下ネタの楽しさがある、その芸人のあのところある。それはね、このアニメを見るまではわからない。そう、わからない。でもやっぱり外国人からを見ると、あのこのアニメだとファンタジー、未来的にあの下ネタとかエッチなこととかセクシーのことは NG されてる。で一つの学校は、生徒会長はこれすごくモラリストなんですけど、モラリストなんですけど、実はザ・変態女、なんかよく聞く話、誰でも絶対彼女とやってみたいのキャラクターなんですもん。でもう一人の主人公は髪が長くてパンツを持ってる、もう完全になんだっけ、仮面ライダーではない、変態仮面に似てるんですよ。ここにパンツが置けて、でそれが、例えば日本人はその変態仮面の作品があるから、あの多分それおなんか思い出していいなって思ってるんですけど、外国人見ると不思議、なんでこの変態人たちみたいな感じなんで。あともう一つ、下ネタはやっぱりその外国語になるとわからない言葉はたくさんある、わからないジョークがたくさんある。だからこの作品はね、いろいろ文化の違いがわかるけど、わかるけど芸人すぎて受けない、ストーリーだと思うんですよね、正直。いつものネットフリックスなんですけど、みんな、よく知ってるのマーモレードボーイなんですよ。そう、イタリアにも放送されたことはある。私はすっごくちっちゃい時は見たんですけど、日本語で見るとイタリア語で見ると全く違います。なんでこんなに違うのは、その全部チェーンスレでされたの。さあ、だから一回日本語版を見ると、あれ、え、話違くない、え、
え、なんでこんなに悲しいの、え、マジ悲しい、え、最悪だもん、最悪、それか完全にショックが受ける。まずはすっごい古い作品だと思うなんですけど、で、その実はめちゃめちゃ悲しい、ちょっとショックが受ける作品だと思うから、おすすめしたい、おすすめしないとギリギリの真ん中ぐらいです。はい、ということで、今回 Netflix と、プライムの方におすすめできない作品でございました。で、皆さんはどうと思いますか。やっぱりそれはね、結構個人的に私たなんですけど、皆さんこういう言ってた作品はご存知でしたか。どうと思いますか。で、逆に皆さんからおすすめできない作品とかあれば、ぜひ皆さんコメントしてください。お待ちしてます。私もね、最近めっちゃ見てるから、ちょっと。はい、ということで、また、このおすすめしないとか文化の違いの話、たくさん、やりたいと思いますので、ぜひ皆さんチャンネルの登録をしてください。あと、おすすめしたいのは、私のファンクラブ、こちらになります。よかったらぜひ会員になってください。英語と日本語にも変えてますよ。よろしくお願いします。チャオ、またねー。